ヌナビクヌナビクは、カナダ、ケベック州の北部に位置するイヌイット居住地域で、北ケベック地方行政区の北半分。ウンガバ半島の55度線以北の地域を占め、面積は443,684.71万、軽平方メートルに達する。全人口は11,627人で、そのうち9割以上がイヌイットである。豊富な鉱物資源があるが、 1975年のジェームズ・ワン・北ケベック協定により、このエリアを開発しようとする炭鉱会社は、たとえ州政府の許可を得ている場合でも、地元の承認が必要。ヌナビクは、イヌクティ・トゥット・語の方言で、生きるための場所を意味する。1912年までは、ノースウェスト・ジュン州の運河バ地区に属した。1978年の北東ケベック協定により、 大部分のヌナビクをカバーするかっていびく地方政府が設立された。現在14の北方村落がこれに属している。ケベック州連邦政府によって財政支援されている。その主婦は最大の北方村落空樹枠で人口は2132人。また同じく1978年の北東ケベック協定により空樹枠に本社を置く。 マキビク社が現在、北ケベック地域のイヌイットの権益を代表する法廷代理人となっている。イヌイットの自治権の拡大を主張しており、ヌナブト巡州に属する島々の資源の利用権についても交渉している。さらには、ヌナブト巡州同様の巡州としての主権獲得要求をも行っている。近年、カナダ連邦政府、ケベック州政府とヌナビクは、 ヌナビク地方政府の設立を議論中である。カナダ政府とケベック州政府は、地域の司法管轄は維持するものの、独自の内閣と議会を持ち教育や、保健関連の行政サービスを行う責任を持つ、地方政府を設立する。地方政府は民族に関わらず設立されるもので、ヌナビクに居住する市民が参加する権利を持つ。設立後は、 現在のカティビク地方政府やカティビク教育委員会、ヌナビク保健社会サービス委員会などは新地方政府に移行する。また、ケベック州政府はヌナビク地域は人口は少ないものの、この地域を代表する連邦議会議席を設けるよう主張している。2011年4月にヌナビク地方政府受立の是非を問う住民投票が行われたが、結果は 現状の案での設立には、反対が約7割となり否決された。ケ・イヌイト・ボート・アゲンスト・セルフ・ガバメント・プラン。ありがとうございます。